皆さんこんにちは、太郎です。本日は5月21日火曜日です。はい、ということで本日はね、この田んぼにやってまいりました。そう、ここは5月15日にヒエクリンバサグラン流材を散布した田んぼです。ちょっとね、今日同じようなショート動画も撮ったんですが、まあね、干しすぎたかな。ごく浅い乾水状態で散布っていうのが推奨されているヒエクリンバサグランだったのですが、はい、まあいけるだろうと思って散布したんですけれども、ちょっとね、まあ効き目がちょっと見当たらない。まあところどころちょっと色が黄色っぽくなってるかなっていうところがあるんですが、ところどころですので、もうね、ちょっとこのままじゃまた雨の時期に入っちゃいますので、もうね、ちょっと今日はもう諦めて、はい、諦めてですね、はい、ドドンと、もうトラックに豆腐積んできました。もうめんどくさいからですね、避けてたんですが、もうはい、諦めて積んできました。で、そうね、これはい、昨年センターさんから教えていただいたクリンチャーバス ME、 これね、はい、なんでも屋さん、スーパーなんでも屋さん、はい、とりあえずこれかけとけば何でもいけるよみたいなね、はい、便利な除草剤ですけれども、まあ、これを使ってね、今日はもうこの田んぼ豆腐で散布していこうと思います。ということでね、これ5本買ってきたんですけれども、はい、1本でね50リッター、100倍か100倍しかね使えませんので、100倍でしか使えない、なんて言えばいいかな、100倍で使うものって言えばいいかな、70、約 10R あたりの使用量、約量 1000ml、 希釈水量70から100ということでですね、まあ、100倍ですよね、 1000ml に100リッターということで、まあ、70倍から100倍でしようということで、私はもちろんね70倍で使います。よし、ということでね、溶かしてまいりましょう。一応ね、ほんと何でも聞きまして、もう読み上げますね。1年生雑草、および松葉ホタルイ、ウリカワ、水がやつり、ヘラオモダカ、オモダカセリ、黒グワイ、コウキアガラ、シズイ、そして紀州スズメのヒエですね。はい、厄介なやつですね、紀州スズメのヒエ。で、直葉でも1年生雑草と松葉ホタルイ、ウリカワ、水がやつり、ヘラオモダカということですね。はい、伸びえ御用木までと。ちょっとね、まあ、御用木どころじゃないかなっていう感じはあるんですが、まあそれはよしとして、はい、よしではないですが、まあ、御用木までのやつでもいいからやっつけてくれと、はい、ということで投入、あ、エンジンかけとこう。そうですね、エンジンかけとった方が混ざりますね。はい、頑張れ、はい、よしよし、何のバンドだ。まあ、こんな感じでですね、とりあえず250リッターに5本、はい、溶かして薬液を準備しようと思います。それでは準備してまいります。はい、ということで薬剤を溶かして、一度ね加圧して同粉で、こうなんていうんですか、タンク内で噴射してね、まあ、混ざったと思います。はい、こんな感じでね、これで2、30秒ほど先ほどやりましたが、まあいいかな、もうちょっとやろうかな、よいしょ。あ、まあ混ざってるでしょう、はい、いい感じです、多分。ということで、はい、同粉止めて、よいしょ、出してなかったわ、バカだ。はい、これでね
こんぐらいだろう。ということで大丈夫かな、首からいろいろかけてるのでちゃんと映ってるかが心配ですけれども、にゃよしよし。もしねちょっと首からねリモコンと送り出して最高。ロフもねいろいろ考えることが多くて YouTube とあの動画撮ってると首から下げるものが多くてね、ほんとよいしょ。あもういっか、田んぼの中いけるなこれだったらねえ。あいけるいける、ちょっといけるだろうと思って田植えなんか入ってこなかったんですよ。はい、ある程度出しちゃって出しちゃってよいしょ、コック開いて同粉オン。同粉オン。さあこれね別に予防じゃないのでね、はいよし、冷えがあるとこだけ行けばいいので、あこうだね、もうこれで行けばいいんだ、切り替えながらよいしょ、こんな感じかな。でこの辺りだとこうかな。圧はねもうマックス、本当はいけないんですけどマックスにしてます。5ですね、5かかってるかな。うわーこの辺すごい、もうこの辺は予防のように撮っていいですね。はい、映ってるかな。これちゃっちゃちゃっちゃ歩かないと、ここの田んぼ2ターン半ぐらいはありますので。おいリモコン、ちょっと待てよリモコン。このリモコンの調子が悪いのが一番イラッとしますよね。あほらね、このね紀州スズメの冷えもね、もう冷えだけじゃないですね、ほんとね、ありとあらゆる雑草が。あホタルイも生えてる、でも大丈夫、クリンチャーバス MEですもの。そう天下無敵の、なんかなクリンチャーバス、バスってバサグランドバスなのかな、だからいっぱい効くのかな。またちょっとこの途中送り出しが効かなくなる、何なんですかねこの予防ソロプレイの、私にとっては予防とか同粉ソロプレイなので、私この死活問題なんですよね、リモコンが効かないのは。今聞いてますよ、聞かないわけじゃない、なんかね反応が悪い、あのホースの長さ分はね余裕で反応してほしいんですけどね。おお、田んぼの中を歩くとね改めて雑草だらけだなっていうのをねまじまじと感じますね。これ丁寧にかけてたらすぐなくなるな。あーこの前のティエクリンバサグラン溶けずにそのままあるわ地面に。
やっぱり乾きすぎてたんですね。ある程度干しててもいいという認識でしたが、本当はある程度ですね。干しすぎはダメですね。これ雨でも降れば効いてくれたのかな。畜生、雨が降らない時を狙って散布したんですが、ちょうどね、今私がいる地区ね、ちょっと用水がね、今ちょっと出づらい状況にありまして、よいしょ、お、あー、コック触っちゃった。よいしょ。いや、こっちもすごいな。こっちも行っとくかも。ここはね、去年まで畑だった田んぼ。ここもね、はい、作ってた方から、ここもやってくれよと軽く頼まれて、ええと思いながらもね。よいしょ。ここもね、水はけが非常によろしいですね。待って待って待って、頑張れ電波。巻き取りは聞くのに送り出しが聞きづらいというね、何なんだろう。今聞いてます。奥まで引っ張っちゃおう、それが早いか。もうホースなくなるか。いや、まだいけるだろう。よし。いや、でも成長はいいな。雑草まみれだけど、何なんだろうこのちぐはぐ感。肥やしはあげません。あなたたち雑草に肥やしはあげません。あなたたち雑草にはあげません。まあ、そんなこんなしてでね、一番めんどくさいのは、こんな頑張っても稲刈り前にここイノシシが来るのでね、その被害に遭わないかがちょっと心配ですが。よしよしよし、いいですよ。だからやっぱ冷えクリーンバサグランも完全に干してるんじゃダメですね。干したてならいいんでしょうけどね、やっぱなんだろうな、湿り気はないと効かないんだろうな、地面に。この見るからにこの乾いてますって状態じゃね、いけないんでしょうね。もう見るからに乾いてますもんね。よし、このぐらいでいいだろう。もうあんまりね、ちっちゃい田んぼにね集中してても仕方ないので、どれだけ同じね、なんていうかな、同じリソースを使うならね、できるだけ大きい田んぼというかね、その作業が一番効果が出るようなことをしたいですよね。よし、映ってるかな。これ GoPro で映すと首にかけてるのでね、私ね、ちょっと斜めでもいいかな、ご了承ください。ああ、ホタルイ生えてるな。まあ、やっぱりね、小牧ちゃんで除草剤かけたとしても、まあ水がないとこんなもんなんですね。寒暖乾水ができるならねいいんですけれども、ここはもう本当雨での寒暖乾水でしたので、
まあ、今日はね出るんですけどね、バルブが、バルブ、ここバルブ付きの地区ですが、今日は出るんですが、今日はねこのように除草剤散布してるのでね、出さないと。はい、3日間はね水触るなみたいなね、あの干してる状態だったら、そういう説明がねインターネットでされてましたね。あ、ここはいいや、もう、はい、よいしょ。まあまあでもめちゃくちゃ干してるからね、干してるというか干されてるから、この歩きやすいのは最高にいいですね。普通に田んぼの中普通に歩けます。はい、オッケーオッケー。稲も伸びてないので全然ね、これね穂がついてる時期はもうあれですね、タイツ履いた上でズボン履かないとね、もう股ずれみたいになってすごく痛いんですよね。まあ、すごいな、紀州スズメの冷えが。このハウクサって言いますけどね、我々のところではハウクサ、ハウクサって。すごいっすよね、こいつら田んぼじゃなくてあぜに入ればいいのに、こんなに。あ、すごいバサグランがいっぱい溶けずに残ってる。そら効かないわ。ちょっとあえて水入れればよかったのかな。お勉強ですね。だからやっぱり湿り気は必要でした、地面のね、だと思います。もう流材がそのまま残ってるので。ということは4日後ぐらいに天気予報では雨ですが、そこでダブルパンチで効いてくれるかな。このクリンチャーバス ME が今から3日間効くでしょう。今から3日間効いて、かつピエクリンバサグランが雨が降った後に効くと、ね、まあいいですね。でもこんだけね、本当カピカピなんで、田んぼが試しに食われた後はないですね。まあ、往復ビンタは食らわずに済んだってことですね。タニシに食われ、草が生えの。なんだこれは、モグラか？モグラか？よいしょ。これね、水持ちが悪いのでね、この田んぼね。よいしょ。あ、なんか圧が怪しい。なくなるか。ちょっとゆっくり巻きすぎたか。頼む。もうちょっと持ってくれ。もうちょっと。そう。そう。いいよ。いいよ。いいよ、いいよ。頑張ってるよ。頑張ってる。あ、またほら。ただでさえ水持ち悪い田んぼのこのあぜ際に、なんだこのボコボコボコという跡は。踏み流れ効かないか。よいしょ、踏んでます、このボコボコをね。謎のボコボコ踏みつく草もやっつけたい。草もやっつけたい。目の前は生えてないから、もうこれでいいか。けいけいけい、頼むぜ。もうあの辺とか草ですもんね、ほぼ。ちょっとこの辺重点的にやっとこう。
ああもうね、キキュウスズメの冷えがね、すごい。うわー、まあ、この夏のエミたちも負けてないですけどね、負けてないですが、やっぱね、雑草はね、自然のものなので、このね、人工的な稲よりは強いですよね。頑張れ頑張れ、枯らすからね、肥料は人一倍与えてるからね。少々草にね、食われてもね、育ってくれると信じております。私は15、12、10の測定用一発肥料をね、68キロ背負しております。夏のエミなのでね、少々のことでは負けずに引いてくれると信じてますが、信じてますが、信じたいだけというね、はい。草が生え始めると草の生え方がすごいですね、やっぱりね。おりゃ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 、まあここはちょっと出入り口なのでしゃあないんですが、はい、5分止め、放水やめ、コクトジ。はい、ということでね、今全面に散布しました。どうだろう、あとはね、ほんと祈るのみ、祈るのみ、祈るのみですね。聞いてくれ聞いてくれ、ほら聞いてくれ聞いてくれと。よし、まあ一応ね、かけましたので、全面にね、聞いてくれると思います。去年もね、聞いてくれた実績のあるね、除草剤ですので、かつ何でも屋さんというね、本当なんだろう、皆さん同粉で巻くことに、ただ同粉で巻くことに、はい、抵抗さえなければね、持っておくというのかな。あとドローンとか持ってればね、これ空中散布取れてるのかな、認証、まあ、分かりませんが、まあ、ドローンとか持ってればすごい便利なのかなとは思いますね。どうなんだろう、空中散布読んでなかったな。まあまあこんな感じで、はい、ちょっとね、草が生えた田んぼちょいちょいありますので、ちょいちょいじゃないな、結構ありますので、まあ朝水管理してるのでね、しょうがないっちゃしょうがないですが、まあでも本当田植え機で一緒にね、除草剤散布してた効果もあって、結構草はね、抑えられてるなと。もう この田んぼ映しながら言うのもなんですけどね、どうかあるんですが、はい、まあ割と抑えられてると思っております。はい、思ってる、はい、っていうところですが、まあね、それぞれ皆さんいろんな感想はあると思いますけれども、またぜひよろしければコメント等いただけると嬉しいです。でね、もうほんとね、今日もですが、おお、すごい飛行機の雲が、航空祭じゃないけどな、まだ違うな、あれは航空機だね、旅客機だ。あの、ほんと暑くなっております、すごい暑いです、今日も暑い、はい、私も暑いですが、まあちょっと今日はね、農薬シャワーでね、だいぶ涼しいんですけれども、まあこれもね、喜ばしいことではないですが、皆さんに関してもね、すごく暑いと思います。どうかね、くれぐれも体調だけは、はい、気をつけていただいて、ご安全に農作業しましょう。でね、お互いにね、はい、稲刈りに向けて、まあ、まだ田植えされてる方もいらっしゃるかな、まだ田植えがこれからも方もいらっしゃいますね、はい、まあ、そういうところだとは思いますけれども、お互いにね、本当体調第一で頑張っていきましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、次こそ聞いてくれるといいねと思ってくださる方も、いやでもね、留在残ってるのでね、うん、はい、ダブルパンチで聞いてくれるかもですね、はい、それを期待して終わろうと思います。ということで、ん、さっきも言ったな、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。